今日はそんな感じでなんか地元に帰ってきたじゃないですけど、大好きなこう四国で楽しい時間を過ごしていきたいなと思います。岡田の美食です。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、下田愛菜です。もうお気づきの方もいる通り、私1曲目のわだちからかなり飛ばしてますので、もうギアなんてもうぶっ壊すぐらいの感じで来たね。いいね。皆さんもぶち上がってもらえたら嬉しいなと思います。帰りに美味しいうどんが食べるように変わったのですぐ汗かいていきたいと思いますので、皆さんもう一つ今日もよろしくお願いします。移動してここに着いたんですけど、なんかうちらがコンビニ行ってさ、ホテル帰ろうとしたなんかバンドメンバーなんか夜なんか出かけてませんでした。しかもさっき昼声の握手会の時にファンの方がうどんをね朝食べたらしいんだけど、バンドメンバー見かけたって言ってちょっと待って待って、ちょっと待って、ジョンさん、マオさん、昨日の夜はどこに行ってたんですか。あれどこ、うどん食べに行ったもうマオさん足組んじゃうよ。で昨日の夜うどん食べて、今日の朝はどこ行ってたんですか。うどん食べに行った。それでは次の曲をかっこいいこの曲から聴いてください。